こんにちは、大貝です。今日はちょっと、いつもの内容とはちょっと若干違う内容ですが、我々パイプスモーカーにも関連してくるのかな。直接的に関連するわけじゃないですが、ちょっと思ったことを話そうと思います。タイトル通りです。ですね、私がパイプタバコを始めたのは、約、じゃないな、丸5年、6年くらいになるのかな。まあ、大体そんなもんなんですが。そうね、丸6年か。丸6年くらいになるのか。ぐらいなんですけども、まあいいや。最初私は近くのパイプタバコ屋さんでパイプを買ってました。パイプタバコ屋さんですか、タバコ屋さんですね。で、パイプを買ってて、で、その後、オークションサイトとかで、中古品が出回っていることを知り、で、中古品を、買ってみて、なんでしょうね。画面くらいだ。掃除の仕方っていうんですか？それを、いろいろちょっと調べたりしてやって、で、中古品とかもいろいろこう買って、当たった時もあれば、大外れを引いた時もあるんですが、まあそんなことをやってました。で、4、5年前よりも、ここ最近なんですけども、先日生放送をやってた時におっしゃってた方がいるんですが、パイプを検索した時に、こっちのパイプ、いわゆるタバコ用のパイプじゃなくて、ガラスパイプとか、そういうや、あのパイプを前より見かけるようになったって言ってたんですね。で、ちょっと試しに検索してみたら、確かに増えたかなって感じがします。昔よりも。まあ、あくまでこう私の個人的主観です。あくまでね。主観なんですけども、まあ言ってみれば薬物吸引用のパイプですね。大麻や覚醒剤とかの、いわゆる炙りとかで使われるようなやつですね。下から炙りながら煙を吸うやつね。とかで使われるようなやつが、結構見受けられました。で、日本は比較的薬物汚染が進んでないと言われるんですが、他の先進国と比べてね。ただ個人的な見解としては、汚染は広まるんじゃないかなと思ってます。っていうのはなぜかというと、一番の理由は貧困です。貧困と、薬物関係っていうのは相関関係にあるっていうことがよく知られていて、少し前のギリシャショックの時には、今でもそうなのかな。薬物を使う人が増えて、薬物汚染が広まったそうです。路上に使用済みの注射器や炙りに使ったような道具が散らばっていたそうで、日本は比較的そういったものが少ないといったらいいんでしょうかね、ように感じます。まあ表通りもそうだし、裏通り歩いてても、
まあ注射器が押してるっていうことっていうのも多分都会でも稀でしょう、おそらくは。と思います。実質的に親グゼの方々が土地系を握ってるというのが大きいと思います。でまあ欲しい人にはあるけど、片身の人には手出さないっていうところがあるので、そういうふうなものをやる人っていうのはまあある程度その性質的というか職業的というか、あれが限られてくるのかなと思います。まあ偏見ですが、芸能界とかが多いらしいですけどね、金持ってる人たちとかがね。まあこれは偏見ですが、白金鋭治の方々とか奥様方とかで多かったりなんていうことが私は噂で聞いたことあります。ごめんなさい、白金鋭治の皆様や芸能界の皆さん見てたらごめんなさい、偏見を助長してしまうような内容を言ってしまっているかもしれませんので、ただあくまで私がそれは聞いたということだけです。すいません、それだけはちょっと言っておきます。まあ我々バイク専門家に関しては、特にどうといった話ではないんですが、ちょっとオークション内容から見る社会の変化について話してみました。時々聞かれたりすることがあります、私は。ハイプタバコをやってるせいなのか分かりませんが、大麻についてどう思うという見解とかですね、聞かれたりする時があります。まあいろいろと日本の大麻取締法ができた理由は、まあ作らせられてたからだったんですが、まあとりあえずその辺を置いといて、仮に大麻が解禁されたとしても私は絶対にやらないです。依存性があるものもあるということと、あとよく聞くのは、タイマーは美味しくないっていうことをよく聞きます。あくまで酩酊感を得るため。酔っ払うために、使ってる人が多いと聞きます。では要は使い方としては、使ってる人たちはまあ少なからずいるんでしょうけども、結局のところ酔っ払えばいいやって言って、度数だけ高い酒を飲んだり安酒を飲んだり、もしくはニコチンが吸収できればいいやっていうことで、味関係なくとりあえず吸えるものを買っておけばいいっていうのと同じなわけですね。結局酔えればいい、その薬物が摂取されればいい。まあこれに対してパイプスモーカーとか葉巻吸う人たちは味と香りを楽しむために吸ってるので、あんまり関係ないんですよね、そういった意味でね。なのでもし大麻が解禁されたとしても、まあ解禁されないでほしいんですけど、俺個人としてはね、まあ多分解禁されないでしょう。私はしてほしくないな、そういう方向には動かないでほしいんですけども、まあそうなろうとどうなろうと私はやらない。法律が許可しようと手を出さないし、まあ今許可してないから手出せないんだけども、当たり前だけども、手出せないっていうか出さない、私の場合はね。というのも
うまいパイプタバコがあるから必要がないというタイプですね。はい。ということで、ちょっと今日はオークションに見る、ちょっとパイプについて話してみました。いや、皆さん何か思うところとか感想とかあれば、どんどん下のコメント欄の方に書き込んでください。では、今日はこれで動画を終わりにしたいと思います。では。